はい、どうもライスゲームズのライスです。じゃあね、やっていきましょうか。ポッポーレベル80。これポッポー一匹でクリアした時のポッポーじゃないけど、不思議の飴でもう薬漬けにしまくったこのポッポーのこの力、攻撃93、防御力81、素早さ112、特殊75、オウム返し砂掛け電光石火翼で撃つ。一応空飛ぶは秘伝マシン持ってるけど、まだ使わない感じでやっていきたいと思います。80倒せるのかな、というか努力値がないとかなり厳しいのかな。レベル100で、そもそも俺ポッポをレベル100勝てると思ってなくて、やったら案外勝てちゃったっていう動画になっちゃったんだよね、ぶっちゃけね。まあ、負けるだろう、じゃあレベル100にしよう、うん、勝っちゃった、マジでみたいな感じだったから、まあ、80だと、まあ、どんな感じになるんかなと。まずは砂掛け。ジュゴンはオーラビームうっせえから、どんな？ほーん。いや、うっそやん。俺セーブしたっけ？俺セーブしたっけ？うっそやん。あ、企画終了です。はい、はい、ありがとうございました。いやー、マジか。あ、とかセーブ関係ねえか。セーブ関係ねえわ。え？80ってこんなもん？ 80 こんなもん？ちょっと呪言からちょっと倍速で、今砂掛け。うん、まず砂掛けを全力で当てていき、まあ呪言を倒していくと。掛け分身は禁止だけど、まあ砂掛けはね、して翼で打って、てか、あのレベル100の時どうやって倒したっけ？全然聞かないんだけど。え？どうやって倒したっけ？え、絶対無理。なんか給食なんだけど。え？ちょっと80じゃ絶対無理。あれ？なんで勝ったあの時。動画見ようかな。自分の動画見ようかな。自分の動画ほぼ見ないけど。で、ちょっと薬漬けにして、ちょっとレベル90にするか。ちょっと80じゃ絶対無理。無理な気がする。なんか、絶対給食食らう。絶対給食食らう。ポッポちょっと、レベル100、どうやって勝った？やっぱ努力値ってそんなに大事なんだな。これレベル100にして、全然勝てんやったら、もうあ、努力値って超大事じゃんっていうね。努力値の最高さ。これ、努力値ゼロです。経験値は1もらってんだよな。でも努力値はゼロです。努力値マジゼロだからな。努力値ってそんな違うん？まあ、死んだらいいか。死んだら別にいいか。ちょっと道具とかも結構マックスの状態でやってるんだけどな。レベル100ってそんな強かった？まあ、翼でとりあえず撃つか。どんぐらい？どんなもん？おお、急所に当たってそんなもん。おお。で、オーラビーム。おお、どれぐらい？おお、すんごい食らうね。なんでレベル100で勝ったん？なんか、バグった？バグった？っていうぐらい。嘘？強くない？ジュゴン強くない？まあ、ここ倍速で、眠りしてくれたおかげで、ここは倒せたけど、ちょっとさ、ポッポじゃ無理なんだけど。翼で撃つか。どんなもん？全然効かないじゃん。どうやって勝ったん？ちょっと無理なんだけど。これ、こいつレベル100にしても無理と思うわ。弱っ弱っ努力値ってそんなに大事？全然違うじゃん。ちょ、100。80じゃどうにもならんわ。人影の時のレベル80は、一応努力値振ってるような感じになってるから、ストーリー努力値ね。ストーリー努力値で上げてるから、あれなんだけど、ちょっとポッポレベル100無理か。しゃ、レベル100。あの時ポッポ、進化させてないよね。どうやって勝ったやろ。おお、もう一回自分の
ポケモン見よう。うわ、これ負けて終わる。レベル100でこんなに違う？まあ、翼で打つか。いやー、これ空飛ぶ覚えさせても変わんねえよな。うわ、これマジでこんな？え、タイルやる？半分ギリギリじゃん。これラプラスのさ、吹雪一発で死ぬんじゃねえの？なんか無限、なんかショート動画で無限吹雪とか言ってから、無限に吹雪耐えたけど、これ耐えられん、耐えんな。じゃ、満タントレイン使っとって、グイーン？え、てか能力値どんなんやろ？うわ、俺動画でちゃんと能力値残したかな？じゃ、これも動力、ちょっと能力値残しとこう。117、103、141、95。で、HP が198。もう、こんな感じか。うわ、どんなんなんだろう。オーラビーム打ってきた？まあ、砂掛けしとくか。もう一発耐えるやろ。あ、終わりだ、これ。終わりだ。企画的に終わりだ。まあ、満タンの薬使って。もう、これ以上強くならんもんな。めっちゃ当たるんだけど、砂かけ無理だ。ポッポどうやって倒したんだろう。いや、最初突破できないな、これ終わったな、これ。いや、無理じゃん。結果努力値なしのポッポレベル100は無理。いや、最初からちょっとあれ、空飛ぶ覚えさせとくか。翼で撃つ。オウム返しは絶対いる。電光石火いらんか。空飛ぶ。空飛ぶでどんなもんかな。空飛ぶやったら、相手を2回で倒せるんかな。俺のポッポ、俺がストーリーで頑張ったあのポッポ、どんだけ強かったん？あれかな、個体値が強かったんかな。半分、あー、やっぱ半分クランクだ。これならもう翼の、あー、鳴き声しちゃったから、空飛ぶでいっか。はい、終わり。努力値ってそんなに大事かな。すんごい能力値の差だな。努力値なしとはいえ。まあ、空飛ぶか。え、ポッポなんか特別なやつ覚えさせてなかったよね。全然食らわね。何こいつ。うわ、これ下がるな、オーロラビーム。うーわ、きつ。でも給食だったら死ぬんだよな、これ。満タンの薬使って、オーロラビーム、空飛ぶ、オーラビーム。俺、給食だったら死ぬんだよ、簡単に。超簡単に死ぬ。結果。ポッポレベル100で、なんか、あ、これは無理だろうなって最初思ったら余裕でいけたのは、努力値のおかげです。やっぱこれがダメだったんだな。ちょっと見るか。努力値なしのポッポレベル100では、四天王はクリアできません。いや、マジかよ。全然できる気配せんだけど。何にも気配せん。回復して、空を飛んで、その間に給食食らって死ぬみたいな。無理だな。どうやっても無理だな。失敗。